ヘンネルスドルフの戦いもしくはカトーリッシュヘンネルスドルフの戦いは1745年11月23日に行われたオーストリア継承戦争における戦闘である。45年冬のラウジッツ地方でオーストリア、ザクセン連合軍とプロイセン軍との間に展開された一連の軍事行動のうちの一つでプロイセン軍がザクセン軍を吸収して勝利した。 1745年11月、プロイセン本領のブランデンブルク攻撃を図る、マリア・テレジアは、米面北部から、ザクセンのラウジッツに、カール公使のオーストリア軍主力部隊を、進出させようとしていた。この計画を察知した、フリードリヒ大王は気づかぬふりをしつつ、密かに対策を、講じ、ローデッサウをマクデイブルクに送って、西部の作戦を任せ、主ジエンに駐屯する。 息子の若デッサウに命じて当地にある軍を集結させた。11月15日、ダイオシは下主ジ寺園の町、リーグニッツに到着し、若デッサウより集結を完了したプロイセン軍約3万を受け取った。しかし大王はすぐに連合軍の攻撃に向かうのではなく、ここで一時待機した。大王の作戦は、 カール・コーシ軍がラウジッツへの進出を終えて、十分自国に接近したところで一気に強襲をかけるというもので、諸部隊には北のクロス線に移動する準備をさせるなど、ホーエンフリートベルクの戦いの時と同じように、作戦意図の欺慢に抜かりなかった。11月20日、プロイセン軍はリーグニッツから精神して、ザクセン国境に接近し、攻撃準備を整えたが、 本隊はなお、ボー部屋川の線に止まり、自軍が手ぐすね引いて待ち構えているということを、悟られないために、大王は、ビンターフェルトに、兵3000を与えて、ボー部屋川の支流でその西を平行に流れるクバイス、川の線に展開させ、敵機兵石膏の侵入を阻止するとともに、敵軍の行動を偵察させた。一方、カール公子の作戦は、 ラウジッツから北上してオーデル側にで、フランクフルトを占領して、シュレージエンのプロイセン軍とブランデンブルク本領の連絡を断ち、シカルの地精神して、ベルリンを攻撃するというものであった。カールコーシ軍は、米面北辺のライヒエンベルクや、フリートラントから続々とラウジッツに入り、ナイセ川を補給路にして、ゲルリッツに物資集積基地を置き、そのまま、 内瀬川を下って、フランクフルトに出るつもりであった。ラウジッツに展開するザクセン軍部隊は、カール・コーシ軍に合流し、その前衛、もしくは右翼側へとして、ラウバン周辺に位置した。11月22日、大王は、ビンターフェルトより、敵軍は、ゲルリッツから、ラウバンにかけて展開しているとの報告を受けた。大王はローデッサウに、 ザクセンへの前進を開始するよう命令を発すると、共に、自軍も行動を開始、11月23日、ナウムブルクでクバイス川を渡り、4中隊による強行軍でもって一挙に連合軍への接近を図った。進路上に展開していたザクセン軍のウーランによる、わずかな抵抗を除いて、プロイセン軍に障害はなく、本隊に急報しようとする彼らを、 プロイセン軍のフザールが追いかけた。ツイテンの指揮するプロイセン第二に軽騎兵連隊はウーランを追い散らしながらヘンネルスドルフ村に接近したところでそこにザクセン軍部隊騎兵三個連隊と不評一個連隊が宿営しているのを発見。ツイテンは大王に援軍が来るまで我が部隊で敵を拘束しておくと報告した。これを受けて大王は 六方に2個強行機兵連隊を預けて、追天のもとに急行させ、さらにポレンツの指揮する3個敵団兵大隊,隊を分派して後を追わせると、残る本隊にさらなる強行軍の開始を命じた。追天は、ザクセン軍陣地を奇襲することに成功し、慌てふためいたザクセン兵は、多数の装備を残して村を飛び出すも、村のすぐ外で、 戦闘体系を整えることに成功した。そこに駆けつけてきたルエシュ率いる第5軽騎兵連隊が、ザクセン軍に突撃をかけたが、ザクセン軍騎兵の対抗突撃を受けて跳ね返された。しかしついでロッホーの強行騎兵が現れ、フザールと共に他方向から同時に突撃をかけると、今度は、ザクセン軍騎兵が打ち破られた。ザクセン軍騎兵はチりジりになって敗走し、 取り残されたザクセン軍不評戦余名は、プロイセン軍騎兵に包囲されてしまった。ザクセン軍不評は法人を組んでの重砲美によって、しばらく敵騎兵を寄せ付けなかったが、やがてポレンツの敵弾兵が到着。彼らの攻撃によって、ザクセン軍の火砲による抵抗は圧倒され、突撃に転じたプロイセン軍騎兵に蹂躙された末に、ザクセン軍は降伏した。 結局、大王の本体は戦闘の終わった後に到着し、その日はヘンネルスドルフ村に宿営した。ツイテンは、ルエシュと共に、大王より露飾されたザクセン軍の軍大公を分け与えられた。ツイテンはこの戦いで混乱した戦闘の最中に、味方の不用意な発砲を受けて、足に負傷しており、以後の戦闘から離脱した。翌日プロイセン軍は、 カール孔子軍の補足撃滅を図って精神したが、カール孔子軍がヘンネルスドルフの戦いを知って、進軍を止め、前進していた部隊に交代と集結を命じたことから、空振りして25日には、ゲルリッツに達し、ゲルリッツ守備隊は降伏、集積されていた、あらゆる種類の物資は、プロイセン軍の手に落ちた。十六日、大王はあくまで、カール孔子軍を求めて、 さらに南東に進軍したが、カール公使はひたすら戦闘を回避、作戦を完全に放棄して、米面へ退却した。27日、ゲルリッツからナイセ川を登った、ビンターフェルトの部隊が、米面国境のツイッタウで、オーストリア軍の後衛を攻撃し、ツイッタウの戦いが生じて、オーストリア軍はツイッタウからも追われた。大王は、ツイッタウの占領をもって、追撃を取りやめ、 守備隊が置かれて、主力部隊は、ゲルリッツに集結した。かくして、プロイセンへの脅威は消滅した。カール公使は過労じて主力への直撃を免れたものの、膨大な量の物資を放棄しただけでなく、追撃を受けて、多くの兵を失い、また、脱走兵を出した。23日から27日までの5日間にわたる、撤退業で生じたオーストリア軍の損害は5000人。 達したとされる。大王は、強行軍の連続によって疲労した部隊に、ゲルリッツで休息を与えた後、ザクセンを屈服させるべく再び精神した。ありがとうございます。